仲間と共に迎えるこの決勝のピッチ、間を通した2番の白野、高い位置でボールを取った、仕掛けていくか、スピードがある白野、抜けてきた、エリアの中入った、右足、キーパーの手の先、ゴール中央、キーパー弾いた、もう一度瀬戸内高校、さあこの混戦こぼれた、長谷川のシュート、こぼれた、詰めました、瀬戸内高校です。動いてきましたね、試合がね、一気に。さあミドルシュート、ボールはこぼれた、14番の大川からラストパス決まった、ペルコのロングスローです。その松浦の後ろ、ボールはこぼれた、ヘディング、松浦のヘディング、成長するチャンスですね、そういった部分では大きいと思いますね、さあここは越田から11番のリャン、切り返して流した、越田が前を向いた、シュートを打てるか、シュート、キーパー弾いた、さあ思いをぶつける、ゴールに向かってくるボール、クリア、クラ、混戦、押し込んだが、キーパーが掴みました、ここで試合終了のホイッスル、100回大会、広島県の王者が決まりました。